はい、皆さんこんにちは。今日もねカメラ系の話をしていきたいと思います。今日はですね、私自身がですね、いつからカメラ活動を再開するのかというお話をしていきたいと思います。カメラ活動っていうのは具体的にはですね、外に出て撮影をするというお話ですね。今ね、ご存知の通りコロナの影響でですね、皆さん外出自粛ということで、国からも緊急事態宣言が出てですね、一部の地域というのは、東京も含めてね、まだ今、緊急事態宣言というのは解除となっておりません。で、愛知県につきましてはどうかというと、もう日々日々、今日も昨日も0人、感染者数0人ということで、かなりね、少なくなってきています。はい。で、国の対応としてはですね、愛知県というのはもう緊急事態宣言、解除ということで、自粛解除ということも言えるんですが、愛知県のね、単独の独自の緊急事態宣言というのがありまして、それに従うとですね、国に合わせて今月末までは、5月の末までは緊急事態宣言を独自に延長するという方針となっております。はい。ですので私も、それに合わせてですね、自粛を解除、6月1日からカメラ活動を再開していこうかと考えております。はい。もちろんね、再開するといっても、いきなりねあちこちに行って撮影をするというわけではなく、ちょっとずつですね様子を見ながら、はい、自分なりのルールとかも設けてですね、例えば県外とかあまり遠くには行かないとか、はい、密な場所、それは例えば公共交通機関の利用だったりとかですね、自分のできる範囲で極力密を避け、遠征を避けということで、ちょっとずつ再開していくと、はい、いうことで、でも撮影はしていくということで考えております。はい。ちょっとでもねやっぱり動いていってですね、はい、その趣味活動っていうのを再開して、で6月1日からというのが、私らにとってですね、それこそ2020年の明けになるのかなということを思っておりまして、そこから徐々に盛り上げていくと、はい、いうことですね。この盛り上がるっていうのもね、ちょっと言葉の勘違いをするとですね、密を生むとか、いろんな想像ができるんですけど、そうではなくてですね、例えばその亀で言うとですね、甲羅を作りました。ね、甲羅を作って、いっぺんねこう外に出るんだけど、あ、また危ないなって思った時にまたこう引っ込めて、殻の中に閉じこもれるような、そういう、準備、心づもりっていうのをしっかりね、多分国民の皆さんっていうのはある程度ね、そこの生活習慣っていうのは根付いたんじゃないかなということを思っております。はい。そこをですねしっかり踏まえた上で、楽しいことを、今後、どんどんやっていく、仕事っていうのも再開して外に出ていくと、いうことで、慎重にですね、私も慎重です。はい。コロナに対してはですね1月の末からずっと危惧しておりまして、実質もう2月ぐらいから、ほぼほぼ私、外に出ず、ずっとね、この、自宅で仕事をし、自宅で趣味活動をしということで、発信しておりました。またね、ずっとこれで行くっていうわけないじゃないですか。はい。やっぱりね、楽しいことも、仕事も、仲間と、会うにしてもね、そこはいろいろあるんでしょうけど、そういうことをやっぱ再開していかなくちゃいけない時期なんじゃないかなと、いうことを思っております。はい。ですのでどっかでね線を引かなくちゃいけないで、今回の動画では、そのどこに線を引くのかっていうところが、私で言う2020年の6月1日ね、もう半年近くロスしてしまった、この失われた半年間っていうのを、この残り後半の6月1日から、楽しいことで、徐々に、挽回していきたいということを思っております。もちろんね、地域によってもね、その開始日どこからっていうのは変わってくるとは思うんですが、愛知県に住んでる私的にはそのように考えております。はい。で、これはね、趣味活動だけじゃなくて、仕事の方もそうですね。当店で扱ってるこういうミニピーというね、新製品ジンバル、こういったものも含めて、あと、フィールワールド、こういったものもですね、どんどん今後新製品含めて展開していくつもりです。はい。ですので、そういう情報発信もしていきますし、もっと先になるかもしれませんが、皆さんとね、お会いしてオフ会っていうこともね、もっと先でしょうね。はい。そういったこともやっていきましょう。はい。どんどんね、やっぱり楽しいことがないとですね、人生つまらない。
はい、この半年間っていうのはね、非常にこうやっぱり重苦しかった、非常に長かったとは思うんですが、まあ、ここからね、楽しいことをちょっとずつやっていくということで、皆さんと一緒にね、今後もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで本日は、いつからね、カメラ活動を再開するかという、まあ、個人的な、ね、見解、をお話ししました。皆さんの、ね、見解ご意見も、お聞かせいただけると幸いです。はい、そんなわけで本日は以上です。ありがとうございました。